少々少々、はい、ちょっと今回とある企画を持ってきたんやけど、どうしたん、棒読みやなと夏といえば何ですかね。夏といえばそりゃ海、プール、太陽、水着、ビキニ、ギャル、海でやるイベント、楽しいイベント、フェス、あれあるやん、あるやん、目隠してさ、プレイ違う、スイカ割り、そう、スイカ。今回やってもらうのは、はい、スイカ3日間生活で何キロ痩せるのか。めっちゃ痩せるやん。スイカさ、あれ水分やろほとんど。まあでもまあ夏らしいっちゃ夏らしい企画なんか。一つね、あの朗報というか、私にとって嬉しいのが、スイカ好きなんですよ。そうなんや。うん。おー、うんじゃええやんか。楽しいやん。物言えないゲームであるでしょ。まあ、ルールとして、1日3食、スイカにまつわるものを食べてもらうと。必ず毎食スイカの実を食べるってことだ。そうそうそう。うわ、だってもう世間的に夏休みじゃん。まあ、やばー。ラジオ体操に学校行ってプールのスタッフをしてもらうとか、そんなのもあったら、どうしよう思い出して3日間追加生活やっていきましょう。竹焼翔いった、いけてない、いけてない、もうちょっと左、もうちょっと左、これや、いけいけ、いった、力が足らん、力が足らん、どうや、もっともっと、まあもう少し右、もうちょっと右、あ、あかん、めっちゃ動いた、めっちゃ動いた、子供がおんの、子供戦うんですよな、あ、せいで、絶対あかんで、来たあかんで、ここここ来たあかんで、子供おらんな、おらんおらんおらん、おお。めっちゃ泣いてる、夏の呼吸、スイカの方、ただぶったたかもう食える、もうちょっと、いやまだ食えんな、もうちょっと叩いて、あーいい感じ、おーあーいい感じ、おーあーいい感じ、おーあーいけたいけたいけた、おおこれはいけたよ、よし食べよう、行く、あ、いいです、おいおい、そこ断んのかい最近の子供は敬語を使うんか、全然食いたかったら食いな、全然食っていいからね、もう夏休みみんな、あ、もう夏休みなんや、よかったね、いただきます、今休みだって、みんな、こう言ってんの、この炭治郎のマスクしてる子は、あ、みんな、ねずこ、あ、それねずこのマスク、かわいい、すごいな、鬼滅の刃大好きな、あ、わちゃん買ってもらっただけだ、じゃあ鬼滅の刃そんな別に好きじゃないんや、あ、めっちゃ好き、あ、めっちゃ好きな、逃走中も好きや、逃走中、逃走中急な話変わったよ、ヒカキンさんよう出てんもん、確かに、ヒカキンさんとかみんな、ヒカキンさんとか知ってる、最近とか、あー、あ、デカキンさん、デカキンさんか、有名だったな、子供たちもこうね、なんか夏休みっぽいよな、確かに、遊んでる姿を見ながらスイカを食うなんて、逃走中のなんで好きな、ハンターの、うん、髪の毛が変やから、じゃあ俺がハンターになったらハンターから制限時間内逃げ切れば賞金を獲得できる、はあ、疲れた、お昼ご飯料理をしていきたいなと思って巨大スイカゼリーを作りたいと思います、まるまるこのスイカを使って中のこう身を取り出してゼラチンを混ぜて本当にこのまんまのスイカゼリーを作りたい、夢あるな、夢あるやろ、スイカのお役に立てるんだよ、わーす、え、どうした、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、これやば、どれぐらい気持ちいい、死ぬ間際ってエッチの100倍気持ちいいらしいよ、知ってる、え、マジで、うん、体感なん、そうぐらいのなんか分泌すんねんて、へぇ、ぐらい、いや死にかけたことないな、よいしょ、お、これでいけたんじゃないか、お、おわー、おわー、うぇー、気分戻れてる、え、すごない、うわー、これにこう身をまま手出してここをこうスイカゼリー作っていきます、じゃあこれを中身を取り出していきます、こうだよな、はい、というわけで中身をきれいに切り抜けました、こんな感じです、早速もうミキサーしていきますね、すげえ、完全スイカジュースよ、すごいな、すごいすごい、これの繰り返しだね、で最後にゼラチン入れてちょっと沸騰させるみたいな、この時点で種は取り除いていきましょう、はい、こしていきます、だいぶ水ちょっと溜まってきたんちゃう、おー、はい、ゼラチンを入れて最終的にこっちに入れていきます、おー、ちょうどじゃない、おー、どうせならギリギリまでいっちゃいましょう、それでは
固めまーす。はい、固めてる間に昼飯は普通にスイカ食べていきたいと思います。そのスイカの中でどれが合うのかなっていうので結構いろいろ調べて、スイカに合う調味料をいろいろ持ってきました。あ、まず普通に行こうか。まあ一番ポピュラーな塩やん。レモンもめちゃくちゃ合うらしいよ。はい、いきます。なるほどなるほど、まあ、スイカの甘みと水分の多さでジュースっぽくなるね。レモネード感が出たって感じ。なるほどね。うん、あとオリーブオイルが鬼合うらしい。オリーブオイルをつけると本来スイカはデザートじゃなくて野菜だったっていうことを思い出させてくれるような味なんだって。ああ、なるほど。本当にデザートよりこう野菜感覚で食べれるようになるらしい。いただきます。ああ、合うわ。あ、合うんや。うん、おしゃれな店行った時に出てくる野菜って感じ。本当におしゃれな店で野菜大体オリーブオイルかかってるやんか。確かに。ちょっと謎に甘い時もある。それぐらいの、あ、美味しい。へえ、うん、合うわ。ああ、夏休み。ああ、夏休み。晩ご飯はスイカ。ちょっと調理したいなと思って。まあね、ずっと野菜というかさ、果物取ってたらさ、しつこいの食いたくなってくるから、ちょっと焼いちゃおう。ちょっと醤油で味付けとか。あ、ええやん、ええやん。オリーブオイルでさ、こんな感じでちょっと焼いていきたいと思います。味の素。醤油。はい、スイカ焼き。わ、綺麗やな、彩り。完成しました。じゃあ今日の晩ご飯いただきます。ん？ん？なるほど。なんかね、ピーマンに似てるから、ちょっと苦味もありつつ、このシャキシャキとした食感で、今回味付けは中華風にもしたんですよね。なんかこうチンジャオロースだから、お肉とか入れたらすごい合いそう。だからチンジャオロースのピーマンだけみたいな感じ。おはようございます。2日目の朝です。ちょっと待ってない。最近ショート動画も撮ってるからみんな見て。ちょっと2日目の朝に準備していたものがあってですね、昨日の夜にスイカの浅漬けを作ったんですよ。これが1日経ってるからすごく美味しくなってるんじゃないかなという感じでございます。あ、めっちゃうまそう。見て、これいいんじゃない。いただきますね。え、めっちゃうまい。うん、おいしい、おいしい。普通ね、スイカ、赤の部分なくして、緑の部分だけにして、で、塩振って、つけてただけなのよ。いけるわ、これ。ご飯オフ。いけー。プーラーのとこで、進んでますね。なんか喋ってくれないんすか？今日もギャラ出すんで、チュール3本でどうよ。はい、昼飯ということで、今回、たけやき、こちらのスイカ、ちょっと早食いでどれぐらいで食べれるのかなっていうやるものをやっていきたいと思います。じゃあ、よーい。うん。うん、だってこんな大変ということで、お風呂入ってきました。夜中の晩ご飯、いや、もうもはや夜食やな。これ作ってたスイカゼリーがなんと完成しました。すごない？プルプル。きれいに来た、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 きれいに来た。失敗しちゃったけど、はい、こんな感じです。ゼラチン足らんかったんかな。プニプニすぎやな。
まっ、めっちゃ濃厚。ちょっと体のこと気遣って特茶飲むわ。最近思ってるの、うん、ルーチンですよ。これで体重減るかもしれんしな。もっとさらに。はい、最終日でーす。はい、最終日です。おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと何それ追加か。うん、うまっ。あ、あ、あ、え、そう、豚甘いの。なんだろ、追加ちゃうよ、アイスに。それはもう、投票被害よ。訴えられるよ、スイカバーの会社から。そんなこともあろうかと、私今回、自家製のスイカバーを作っておりました。リアルスイカバー作っていきまーす。よし、こちらでございます。これを固めていたので、ちょっと取り出していきましょうか。うちい、こんにちは。うおー、見てください、こちら。あれなのね、1日目で作ったさ、スイカゼリーのあれで作ったからちょっとプルプルやねんな。ゼラチン入ってるから。いや、あ、土拾ってるなんか高校球児みたいになってるけど。いただきまーす。リアルなスイカのあれです。あ、ほんまに。種はチョコ。種？うん。種全部抜いたはず。あ、抜けんのか。うん。種チョコのスイカは楽だから。うん、かも、おいしい。うん、今からお昼ご飯を作っていきたいと思います。お昼ご飯は本日スイカの天ぷら揚げていこう。いい感じでしょう。なんかイメージ、夏野菜の天ぷらとかそっち系のイメージっすね。え、めっちゃうまそうじゃない。普通に美味しそう。塩とか合いそう。あー、うまっ。はい、完成しました。え、めっちゃうまそうじゃん。これお塩ね。なんか匂いの感じからして、おえみたいな味がすんのかなっていう推測ね。いただきます。あっ、これ、うん、ああ、なるほど。スイカってさ、ほとんど水分ないよね。だから噛んだ瞬間になくなるから、天ぷらに、え、でも美味しいけどな。高級天ぷら屋さんとかで出されたら、ああ、こういうのもあるんやって食っちゃう。良さはそんなわからんけどみたいな。あ、でも美味しい。どうなの、こういう子が。ああ、なんかね、すげえ食感がサクサクしてるから美味しいっちゃ美味しいよね。全然悪くない。え、めちゃくちゃ美味しい。大好物見つけた。美味しい。好き。普通に。うん。本当になんか夏野菜の天ぷらやんの。うん。てかあれやね、食感を楽しむって感じなんかな。ナスビのもっとみずみずしい。ああ。水ナスみたいな感じか。確かに噛んだらふわっとこうもうなくなっていくもんな。美味しいね。確かに。美味しい。そうか。おいしいよ。今回一番うまいかも。カリカリっていうかさ、ポテトフライみたいな感覚もない。あー、確かに確かに。今ほどもったいないな。普通だって絶対捨てるやんか。確かに。これ美味しいです。いけます。いい。スイカ豆乳ジュース。ジュース。いやー、夏やな。この暑さが心地よいわ。今年、あのね、バルコニーにバーカウンターみたいなの作ったから、これね、夜になったら照明で光るよ。ここでお酒飲みたい。最高やろな。晩ご飯ということで、最後のスイカ生活。今回ですね、ちょっとビールと、これに最高に合うスイカの食べ方っていうのがあるらしい。っていうのがね、これ一味をかけると、すごい酒のつまみになんねんって。これイメージないやん。またこれね、実際ネットで調べて出てきたから。酒のつまみに合う一味スイカ。いただきます。かけなあかんかも。割とかけたつもりだってんけど、結構スイカに消されてるわ。だいぶかけました。だいぶかけて、あ、辛い。甘辛い。なんて言ったらいいのかな、これ。あ、でも美味しいわ。え、新感覚すぎんねんけど。
うん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 、癖になる味って感じ。甘さと辛さが同時に来る。でも独特のこの風味なのな。カッパエビセンかのようにやめられない止められない感じはするけどね。え、なにこれ、ちょっと不思議。あ、意外と合う。でもずっと言っちゃうみたいな感じ。てかさ、ギリギリ痩せてない？これ一つ言われたのがさ、とある撮影で久しぶりに女装したんで、2年ぐらい前にやった時、今より全然もうちょっとふっくらしてたんよ、はいはい、でスタッフさん曰くちょっとふっくらしてる方が女装は可愛いよって言われた。ああそうなんや、うん、だから逆に痩せてる方が女性らしさとしてはちょっとこう減った感じがするから、だったらどうですかみたいな。皆さんこの動画いいと思ったら高評価コメントよろしくお願いします。その後肋骨は大丈夫でしたか？結構長引いてるっていう、笑ったら痛いみたいな。まあ本当にあれだね、自然治癒かなっていう感じだから、ほっとくしかないですね。しょくん筋トレの調子どうですか？私も運動を始めたんですけど、体の変化実感するのが楽しくなってきたので、しょくんの筋トレ経過報告とか玉ねぎ話してみる話でしょ。まあ、なんか疲れへんの肋骨で。そうなんよね。なんか、買い払ってんのにもったいないなって。うまい。直して行きたいねんな。なので、怪我直したらすぐ行きます。夏の思い出、何でもいいから教えてほしい。今までで一番夏の思い出何やろうな。これまず間違いなく夏の思い出になるやろ。あ、でも、コロナじゃなかった時とかあったらさ、PL の花火大会とか、PCX っていうバイク乗ってんけど、二人乗りできるやつ。あれで、一緒に二人でデートみたいな感じで PL まで行って、花火見たっていうのは結構懐かしい思い出かな。でもない、やっぱ、バイクに乗った花火大会。確かに確かに。いいよな。ごちそうさまでした。というわけで3日間スイカ生活終了。あったー、あんま食いたくない。ちょっとマジでなんかこういう飲み物飲んでる感じするねんな。ちなみに、まあ、3日間何が一番美味しかった？天ぷら。天ぷら一番美味しかった。やっぱ塩合うよな。ああなるほどね。うん、なんかこうああいうなんかね、濃い味のものずっと食われんかったから美味しかったのが一番天ぷらが。はい、というわけでじゃあ早速この3日間でどれだけ痩せたのか、はい、体重を測っていきましょう。はい、それでは測っていきたいと思います。 59.2kg から果たして何キロ減ったのか。おっ、58.6 ってことは 59.2 やから 0.6kg ダイエットに成功しました。いやー素晴らしい。というわけで今回スイカ食べ続けたら痩せるということが判明しました。スイカを食べ続けたといっても天ぷらなどの脂っこい食事もしたので大満足の3日間になったんではないでしょうか。以上、竹木翔でした。いやでもこれ痩せることによってまたあれやね、予想が可愛くなくなるっていう。